ロイターが報じた、フランス最高レベルの警報発令、その被害状況。大洪水で明らかになった、中国製のリスク。そこに暮らす方々は、本当にお気の毒です。まずはじめに、2024年におけるフランスの電気自動車、EV の普及率について触れておくと。様々な闇を抱えているノルウェーが圧倒的1位を誇っており、北欧諸国が上位を占める中、フランスは約 25% から 30% の普及率。つまり4台に1台が電気自動車、EV である国家。2023年のフランスの乗用車新規登録台数は、前年比 16.1% 増の177万4723台。うち、バッテリー式電気自動車 BEV の新規登録台数は、47.0% 増の29万8219台、プラグインハイブリッド車、PHEV は、288% 増の16万2950台と大幅に増加しており、そこに中国製がものすごいスピードで進出中。フランスで EV が普及する背景には、ドイツなどと違い、フランスは電力構成が、原子力発電、約 70%、再生可能エネルギー、約 20%、化石燃料、約 10% という、圧倒的に原子力発電に大きく依存している国家であり、比較的電力が安定しており、そして他国より電力が安価であることが最大の要因。そんなフランスを突如襲った、歴史的雨量を伴った大洪水で大惨事に。フランス南部を襲った歴史的大洪水、想像以上の被害が明らかに。フランス南部を中心に、10月17日、未曾有の大洪水が発生し、その被害の全貌が徐々に明らかになってきました。今回の大洪水は、歴史的な豪雨によって引き起こされたもので、想像を絶する被害が報告されています。1時間に105ミリもの豪雨が降り注ぎ、48時間でなんと、630ミリという異常な雨量が記録されました。数十年に一度の大雨ではなく、100年に一度とも言われる規模の災害で、これほどの規模で降り続けた雨に対して、フランスの都市部は全く対応できていませんでした。家屋が流され、街が濁流に飲み込まれ、避難者は10万人を超える大混乱に陥っています。政府は緊急事態を宣言しましたが、その被害規模は日に日に増大しており、想像を超えるほどの壊滅的な状況です。驚異の雨量、1時間に105ミリ、48時間で630ミリの記録的豪雨の影響とは、10月17日にフランス南部を襲った豪雨は、記録的なものでした。1時間に105ミリという豪雨は、通常の都市部の排水設備を簡単に圧倒しました。この記録的な豪雨は、48時間で630ミリにも達し、その猛烈な雨量によって、都市部は完全に水没し、主要なインフラが機能を停止しました。洪水の勢いは凄まじく、堤防が崩壊し、各地で河川が氾濫。住民は文字通り洪水に飲み込まれる形で避難を余儀なくされました。通常の豪雨では浸水しないような地域でも、この記録的雨量により浸水被害が広がり、リヨンやカンヌのような都市が水の下に沈みました。フランス気象局は、この豪雨を過去に例のないレベルと発表しており、まさに歴史的と呼ばれるにふさわしい規模の災害です。リヨンとカンヌ水没、都市機能完全停止、押し寄せた濁流が街を襲う。フランス南部に位置するリヨンとカンヌは、今回の大洪水で完全に水没し、都市機能が完全に停止しました。通常は観光地として賑わうこれらの都市も、押し寄せた濁流によって一瞬で壊滅状態に陥りました。街を飲み込んだ水は激流となり、多くの住民が家を失い、避難を余儀なくされました。交通網も完全に麻痺し、救助活動も難航を極めています。リヨンでは大規模な停電が発生し、飲料水も不足しており、事態はさらに深刻化しています。カンヌの美しいビーチは、今や泥水に覆われ、観光業への甚大な打撃も避けられない状況です。濁流に飲まれた都市は、再建の目処が立たないほどの壊滅的な被害を受けており、住民たちは絶望の中で日々を過ごしています。限界を超えた排水設備、内水氾濫で都市が脆弱すぎる現実を露呈。今回の大洪水でフランス南部の多くの都市が浸水被害に遭った原因の一つは、排水設備の限界を超える豪雨が降り続けたためです。特に、リヨンやカンヌなどの都市では、排水設備がその能力をはるかに超える雨量に対応できず、内水氾濫が発生しました。内水氾濫とは、都市内部で雨水が溢れ、排水されずに市街地を水没させる現象を指します。フランスの都市部は、
こうした豪雨に対する備えが不足しており、インフラの脆弱さが浮き彫りになりました。町中の排水溝から水が逆流し、地下鉄や地下道が瞬く間に水に飲まれ、都市機能が麻痺。これにより住民たちは水害から逃れる手段を失い、多くが孤立してしまいました。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方はグッドボタンを忘れずに。あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに。中国製 EV の大量普及が大惨事に。大規模な水没と土砂で EV が被害拡大。フランスで普及している中国製の電気自動車 EV が今回の大洪水で大きな問題を引き起こしています。多くの EV が水没したことでバッテリーの破損や発火のリスクが増大。洪水によって多数の EV が濁流や土砂に埋もれ、道路を塞ぐ形で救助や物流の妨げとなっています。特に中国製 EV は防水性能や排水システムが十分に備わっていないものが多く、フランス政府はその導入に対する後悔の声を上げています。大量に導入された EV は今回の災害に対して脆弱すぎ、街中で次々にトラブルを引き起こしています。さらにこれらの EV が次々と発火する事態が相次いで報告されており、被害が拡大しています。この状況はフランスの環境政策と技術選択に対する深刻な反省を促す事態となっています。 EV 発火事故続出、自然災害とともに広がる EV の廃棄問題。大洪水によって多数の電気自動車 EV が被害を受けている中で、発火事故が次々と発生しています。水没した EV のバッテリーがショートし、街中で火災が相次いで報告されています。これにより避難者の移動も妨げられ、救助活動にも支障をきたす事態が続いています。さらにこの災害で被害を受けた EV の廃棄処理が新たな問題として浮上しています。バッテリーのリサイクルや処分が難しいため、大量の EV が今後廃棄物として処理される見通しですが、環境への負担も懸念されています。廃棄場所が不足し、これまで EV の推進に積極的だったフランスが、その普及の急速さに後悔の声を上げざるを得ない状況です。環境を意識した政策が、思わぬ形で新たな環境問題を引き起こしている現実が浮き彫りになっています。次々に発生する大規模土砂崩れで生き埋めに、押し寄せた山津波の恐怖。記録的な豪雨によって、フランス南部の山間部では次々に大規模な土砂崩れが発生し、多くの住民が生き埋めになっています。特に被害が深刻な地域では、山から押し寄せた土砂がまるで津波のように家屋を飲み込み、逃げ遅れた人々がその下敷きとなる悲劇が相次ぎました。山津波と化した土砂は、瞬く間に広範囲にわたり流れ込み、救助活動も困難を極めています。少なくとも10人以上が生き埋めになり、救助隊は懸命の捜索活動を続けていますが、時間との戦いとなっています。この山津波による被害は甚大で、地形が変わるほどの土砂が押し寄せており、一部地域では完全に村が消失してしまいました。飲料水不足が深刻化、被災者10万人超え、避難者の悲痛の声が広がる。大洪水によってフランス南部では飲料水不足が深刻化し、避難者の数は10万人を超えています。多くの避難所は満杯で、新たな避難者を受け入れるスペースがなく、被災者たちは不安と疲労の中で過ごしています。特に農村部や山間部では、洪水によって水源が汚染され、飲料水の確保が難しい状況です。避難所では、清潔な水や食料が不足しており、衛生状態も悪化しています。避難者の中には、高齢者や子供が多く、彼らの健康状態も懸念されるところです。被災者たちは、政府からの迅速な支援を求めていますが、インフラの崩壊により救援物資の供給が滞っており、状況は日々悪化しています。絶望的な状況の中で、避難者たちの悲痛な声が広がり続けています。山津波で生き埋めに、10人以上が行方不明、救助隊が奮闘。豪雨による大規模な土砂崩れが相次いで発生し、フランス南部の山間部では10人以上が生き埋めになっています。特に、山津波と呼ばれるほどの勢いで押し寄せた土砂は、村々を一瞬で飲み込み、行方不明者の捜索が急がれています。救助隊は懸命に生存者の捜索を続けていますが、地形の変化や崩れた土砂の量が膨大なため、作業は難航しています。住民たちは、家族や友人が土砂の中に埋もれているかもしれないという恐怖と不安の中で過ごしており、捜索活動が進むたびに新たな悲劇が明らかになっています。
この山津波による被害は甚大で、復旧作業には長い時間がかかると見込まれており、被災地の住民たちは一刻も早い救助と支援を切実に求めています。SNS に拡散する大洪水の映像、目を背けられない被災地の現状。フランス南部を襲った歴史的な大洪水の映像が SNS を通じて世界中に拡散しています。濁流が街を飲み込む様子、次々に流される車両や家屋の姿、そして避難者たちの混乱した様子が生々しく映し出されています。特に土砂に埋もれた EV の発火事故や命を懸けて救助活動を行う。フランス消防隊の奮闘ぶりが多くの人々の目を引いています。被災地の現状を目の当たりにした人々からは、支援の声や祈りが寄せられていますが、その一方で、都市の脆弱さや災害対策の不備に対する批判の声も上がっています。SNS 上で共有される映像や画像は、現地の状況をリアルタイムで伝えると同時に、フランスが直面している厳しい現実を世界中に広めています。この映像を通じて、災害の恐ろしさとともに、被災者たちの困難な状況がますます注目されています。世界的な保険会社ミュンヘン再保険が指摘、甚大な経済的損失の予測。世界的な保険会社ミュンヘン再保険が、今回のフランス南部を襲った大洪水に関する経済的損失の予測を発表しました。その報告によると、洪水による直接的な被害だけでなく、インフラの崩壊や物流網の麻痺による間接的な損失も含めると、経済的影響は数百億ユーロに達する可能性があるとされています。特に、被災地では農業や観光業が大打撃を受けており、これによりフランス全体の経済成長に悪影響を与える懸念が高まっています。保険会社は、このような大規模な災害が再び発生する可能性があるとして、フランス政府や企業に対して今後のリスク管理や対策強化を呼びかけています。保険金の支払いが膨大になることが予測される中、フランスは復旧費用の負担だけでなく、今後の災害対策に巨額の投資が必要になる見通しです。今回のフランス南部を襲った歴史的な大洪水は、都市機能の完全停止、甚大な農作物被害、そして技術的な問題によるさらなる災害拡大という複合的な危機をもたらしました。洪水による被害は想像をはるかに超え、避難者の数は10万人を超えています。さらに、中国製の EV が水没、発火し、都市インフラの崩壊に拍車をかける事態が発生しています。都市部の排水能力の限界を露呈させ、脆弱なインフラに対する不信感が広がる中、フランス政府は災害への対応に追われています。それにしても、そこに暮らす方々は本当にお気の毒です。売れない中国 EV が大量に届いても、売れず、行き場がなく港に溢れ、行き場をなくした EV が墓場と化しているんです。だから EV はリスクしかないんです。中国から輸出された EV が大量に売れ残る残酷な末路。チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系特に洗車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような車系時事ネタに関しても扱っているんで。早めにチャンネル登録もお願いします。では行きましょう。中国政府の多額の補助金によって中国で大量に作られる EV に対して、アメリカでもヨーロッパでも怨嗟の声が広がっているんです。現在、中国から大量に輸出された EV が売れ残っているため、欧州各地の港が EV 専用の巨大な駐車場と化してしまったとの悲鳴が聞こえてくるほどに大変なことになっているんです。ドイツのキール世界経済研究所は10日、中国政府は BYD に対して34億ユーロ約5600億円の補助金を交付しているとの分析を明らかにしており、過剰生産によって安価な EV や太陽光パネルが世界に広がり、中国が世界にデフレを輸出していると痛烈な批判を浴びていると指摘し、不公正な中国の姿勢に先進国からは批判が殺到しているのだが、実はそれだけではないんです。欧米諸国が中国製品の締め出しを始めている中、中国政府はグローバルサウス振興、途上国の総称への輸出拡大に活路を見出そうとしているんです。近隣窮乏化策と求められかねない政策をグローバルサウスの国々は気づいているのか？疑問なんです。詳しくはこちらでも紹介しているんで見てもらうこととし、割愛はします。中国の国内経済は、依然としてデフレ懸念が続いており、国家統計局が4月11日に発表した3月の消費者物価指数 CPI は前年比 0.1% 上昇したが、
伸び率は前月 0.7% 上昇から大幅に鈍化。内訳を見ると、これまで好調だった旅行の伸び 6.0% 上昇も大幅に鈍化しており、第一四半期の CPI は前年比で横ばいとなり、中国政府が掲げる 3% 前後の目標には程遠い状況なんです。消費者の節約志向も強まっており、特に高額商品の分野での不調が目立っているのが現状なんです。また、欧米高級ブランド企業の第一四半期の売上が大幅に減少すると予想されており、百貨店業界も苦境に陥っているんです。直近3ヶ月で有名百貨店10店舗が閉鎖に追い込まれており、バブル崩壊後の日本を彷彿とさせる状況となっているんです。将来への不安を高める中国人は金ゴールドの購入に走っており、就職難にあえぐ若者の間でも金子への投資がブームとなっているんです。そしてこのような事態を踏まえ、中国政府もようやく重い腰を上げ始めたんです。国家発展改革委員会は11日、設備の更新と消費財の下取りを促進するプログラムに参加する企業に、大規模な資金援助を行うと発表し、支援策の詳細は不明だが、消費財の下取りを促進することで今年の小売売上高は 0.5% 引き上げられるとしているんです。だが、設備投資は2027年までに年間 3.8% 押し上げられるとしており、新たな政策を講じることで中国経済の需給ギャップがますます拡大してしまう可能性が非常に高い状況にまで陥っているんです。つまり、供給過剰になって物が売れずに、デフレがさらに加速してしまう危険性をはらみ、海外での中国の経済政策に対する評価は下がる一方なんです。この状況に対し、イギリスエコノミスト誌4月6日号は習氏の経済対策、3つの誤りと題する記事を掲載したが、真っ先に誤りとして指摘したのが消費者を軽視している点だったんです。個人消費の規模は不動産やハイテク産業よりはるかに大きく、中国の GDP に占める個人消費の比率は 37% と世界の水準よりかなり低く、消費を刺激する政策は中国経済に絶大な効果をもたらすはずだと報じているんです。そして、習近平国家主席は、これまでも散々指摘してきたように倹約志向であり、消費喚起策に消極的だと痛烈に指摘し、贅沢を嫌う権威主義者は、てこでも動かないとまで報じているんです。そうした中、補助金で設備投資された過剰な生産力を、世界に振りまいてデフレ輸出を進めているのだから、批判を受けるのは至極当然とまで言い放っているんです。しかも、その輸出先が新興国へと振り向けられ始めているのだから、迷惑極まりないと酷評しているんです。また、ドイツのキール世界経済研究所は10日、中国政府は BYD に対して34億ユーロ約5600億円の補助金を交付しているとの分析を明らかにしており、中国の不公正貿易に対する批判についても報じているんです。欧米諸国が中国製品の締め出しを始めている中で、中国政府が活路を見出そうとしているのが、グローバルサウス振興、途上国の総称への輸出拡大、侵食し始める中国の危険性についても報じている状況なんです。そんな中、一方で、テスラは4月2日、2024年1から3月の販売台数が38万6810台になったことを発表しており、前年同期の実績が42万2875台だったことを考えると、前年比で約 8.5% 減と大きなマイナスを叩き出しているんです。イーロン・マスク氏の言動による影響との見方もあるんですが、EV が思ったより伸びない状況にあるのはテスラ、BYD ともに共通しているとも見えるんです。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方は、グッドボタンを忘れずに、あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに、また、JETRO が発表したレポートによると、2023年のアメリカの新車販売台数は1561万6878台。このうち、BEV やプラグインハイブリッド、FCV、燃料電池車を含むクリーンビークルの販売台数は、前年比で約5割増加しており、シェアでも 9.3% に達するなど好調ぶりも推移し、ただ、2023年後半にかけて伸びは鈍化しており、多くの専門家は2024年も BEV 市場は一定程度伸びるだろうと予想してはいるものの、その勢いについては判断しにくい状況だと同レポートではまとめ始めているのも事実なんです。
実際、2024年1から3月分アメリカ市場における新車販売台数のうち、ハイブリッド車は 45.1% 増と引き続き好調に推移しており、一方、BEV を含むクリーンビークルは 8.0% 増の34万2146台にとどまり、BEV の新車販売台数に占めるシェアは、前年同期比で 0.1 ポイント減の 7.1% と伸び悩んでいる状況。そして日本も似た状況となっており、日経新聞の報道によると、2023年度の EV の販売数は過去最高となったものの、下半期以降に低調に推移。前年度比 2% 増にとどまった。日本自動車販売協会連合会が発表している燃料別登録台数を見ても、2024年1月から3月の EV 販売実績は前年比で6から7割と毎月下回っているとのこと。消費者調査などの結果からも、BEV の販売が順風満帆ではない状況が見て取れる状況にあり、デロイト・トーマツグループがこの2月に発表した2024年グローバル自動車消費者調査では、インド、中国以外の地域でガソリンディーゼル車エンジン車の購入を希望する消費者の割合が急上昇しており、特にアメリカでは前年の 58% から 67% と10ポイント近くエンジン車の購入意向が高まっている事実もあるんです。日本では現在アリカも BYD の CM も流れ始めていますが、ないです BYD であり、EV 伸び率はずっと低迷し続けているんです。つまり、EV が売れないのは明白であり、イギリスエコノミスト紙も報じているように売れない、中国のデフレ輸出が世界には迷惑極まりない状況にあり、英国中心に欧州が迷惑し、新興国が次々に侵食し始められているってことなんです。相変わらず世界に迷惑をかける中国が今、中国 EV でも迷惑をかけ、中国 EV による被害が世界規模で起き始めているんです。アリカも BYD が定着すれば、日本も決して人事ではないんです。イギリスもやばくなってきました。2030年廃止が2035年へ延長。おそらく次は2040年に延長。いつまで私たちは騙され続けるんでしょうか？日本に対してとんでもない裏切りをしたイギリスのとある EV メーカーが破産する可能性が非常に高まってきたんです。この影響によりイギリス経済が今後めちゃくちゃになるかもしれないんです。サプライチェーンへの悪影響や部品を取り扱う関連企業やメーカーへの影響なども含めれば最大で1510万人の雇用が失われる可能性があり、その影響による経済損失の総額はなんと1兆円に達するとの予測も多く出てきているんです。1兆ですよ。この事実を皆さんはご存知だったでしょうか？一体 EV はどこまで人々を不幸や不安に落としていくんでしょうか？チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系、特に洗車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような車系時事ネタに関しても扱っているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。皆さんはイギリスの EV メーカーであるアライバルという企業をご存知でしょうか？アライバルは2015年にデニス・ズベドロフ氏によって設立されたイギリスの EV メーカーなんですが、彼は以前、ロシアのモバイルサービスプロバイダー、トヨタグループのジェネラルディレクターを務めていたという経歴があり、アライバルは電気バスやバン、ライドシェア用の車両などを開発し、マイクロファクトリー生産という生産方法を採用して一時注目されていたんです。アライバルはイギリスの EV メーカーではありますが、本社はルクセンブルクのハウアルドという場所にあり、軽量商用車の製造に注力しています。2020年6月中旬には、新型コロナウイルス対応の社会的距離を考慮した、ゼロエミッションバスを発表したことで一躍有名になりました。また2021年の3月25日にはナスダックで公開され、ピーク時には150億 US ドル以上の評価を受けたことも知名度を上げた要因になっており、当時の為替レートにすると日本円では1兆6500億円相当の評価ですので、かなりの高評価だったことがわかるんです。しかしなぜか翌年2022年から2023年の1月には、2億5000万 US ドル、約325億円まで株価が大幅に下落しています。約1年半の間に何をやらかしたのでしょうか？スベルドロフ氏は EV の製造に関して過去の経歴を反映し、大規模な生産工場は作らず、先ほどご紹介したマイクロファクトリー生産方法で製造することを推し進めていました。マイクロファクトリーとは、名前の通り従来の工場規模より小型化を図り、
例えば工場の面積で言えば東京ドームの半分以下の面積で製造を完結させられるように設計し、製造ラインも作らずあらかじめ部品を作り込んでおき、工場内では組み立てれば完成というようなことが考えられていたんです。また部品数を絞り鉄板の代わりにアルミニウムを大胆に使用することで製品の軽量化も図っていたので、車体の軽量化により搭載されるバッテリー消費量も減らすことができるようになるため、低価格化につながるというとにかく徹底した合理化戦略をとっていたんです。スベルドロフ氏はアライバルで製造する EV 価格は今後ガソリン車並みの価格に下げることができると豪語していたそうなんですが、おそらくその発言は過去のモバイルサービスでの成功でスマホを作るくらいの発想で、EV を作っていたのではないかと思われているんです。まさに走るスマホ構想なんです。だからこそできる限り軽く、そして安くすることこそが正しいのだと考えていたのでしょう。こうした発表もあり、アメリカの運送業界大手である UPS は、アライバルに1万台の EV 版を発注しており、その発注金額は合計10億ドルにもなるのではないかと発表されていたんです。UPS ユナイテッドパーセルサービスというのは世界最大級の宅配便と物流サービスを提供するアメリカ合衆国の多国籍企業を指し、荷物や文書の配送を行うことで知られ、国内外で幅広い物流サービスを展開しています。Amazon と違うのは Amazon はオンラインで商品を販売する世界最大級の小売業者で、電子商取引プラットフォームを運営しています。一方 UPS は荷物や文書の配送サービスを提供する世界有数の民間物流会社なんです。日本でいうと佐川急便やヤマト運輸のような会社のすごい大きな規模の会社と考えるのが一番近い位置づけかもしれません。UPS はその効率的な配送ネットワークとテクノロジーを活用したサービスにより、ビジネスと個人の両方に対して信頼性の高い配送オプションを提供しており、アライバルとのパートナーシップ契約によりアライバル EV 版は2024年に入ってすぐに稼働し始める予定だったのですが、次第にアライバルは資金難に苦しむこととなったんです。アライバルの評価が2021年から2023年1月にかけて評価が大幅に下落した主な要因は、2021年に特殊買収目的会社スパックとの合併によりナスダックに上場し一時はかなりの高評価を受けていたものの、その後新規ビジネスの立ち上げに苦戦し、資金を溶かし続けたことに要因があると言われています。特に自動化、効率化されたマイクロファクトリーを活用して、電気配送版やバスなどの生産を根本的に効率化するという大きな計画を達成することができず、複数回にわたる従業員のレイオフを実施し生産目標も下方修正、Uber 向けの車両や EV バス製造を中止するなどの変更もし、こういった負の連鎖が続いた上にナスダックからの上場廃止通知は、経営の改善計画の提出に遅延、失敗したことで廃止につながり、株価の大幅な下落につながり、一時は市場評価が約2000万ドル約31億円にまで低下したこともありました。ここで一旦小休止、ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方は、グッドボタンを忘れずに、あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに、EV バブルも崩壊しつつある昨今ですが、EV が出てきた初期には環境に優しい新技術によって、今後の環境を変えるのは EV だと、国やオールドメディアがこぞって推進してきましたが、EV 製造時に必要な電力の発電時に大量の二酸化炭素を排出していることや、対して環境に良くないことも広く知られるようになってしまった結果、EV の裏に隠された日本潰しや自国産業にただ利益を出したいがための、政治パフォーマンスということなども次々に明かされてきました。そして EV の性能という部分でも航続距離が短いことや、充電時間が長くかかる上に電気料金などの異常な高騰、製造に必要な部品価格の高騰も、重なることで EV 自体の価格も高く、補助金、血税ありきの歪んだビジネスになっていたこともあり、今まさに世界中での EV バブル崩壊の後押しをしているんです。このように様々な EV に関する幻想、茶番が崩れていく中、イギリスでは今更感が否めないんですが、この歪んだ EV シフトを見直そうという動きがようやく出てきているんです。過去にはイギリス政府が EU 離脱後に国の独自性を出す意味もあったのかもしれませんが、スタンドプレーが好きなボリス・ジョンソン元首相が、6年後の2030年には、
ガソリン車の販売を禁止すると宣言したこともありました。輸入車を標的にしていた宣言ではありましたが、当時その宣言は日本のトヨタの経営に大きい影響を与えることもあり、なおかつイギリス国内の雇用にも大きく影響を与えることが分かっていたため、世界的に注目を浴びていました。しかしその後の昨年2023年9月に現首相であるスナク首相は2030年としていた期限を2035年に延期することを発表しているんです。スナク首相は期限延期発表の際には、政府が EV の普及を積極的に誘導するのではなく、消費者による自主的な選択を重視するべきだという考えを表明しているんです。このことからも以前のイギリスでは国としての予算を投入した上で無理やり EV シフトを事実上先延ばしにしたことが伺えるんです。そこには当然、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけとした高いインフレの中で、消費者が環境に良いからという幻想のためとはいえ、これ以上の生活負担増に耐えられないことや、今生きていくために環境問題の優先順位が下がったことなども延期を後押ししたことは間違いありません。政府のかなり強引な方針に消費者である国民たちがついていけないことが政府もついに分かったんです。消費者から支持されない政策は当然ながら選挙時の票集めにもならず、政府として地球の環境保護重視の方針自体を完全に撤廃したわけでもありません。しかし少なくとも EV に関してだけ言えば、消費者の選択による自然な市場の変化に任せようと曖昧なことを言っておけば、政府の EV ゴリ押しが間違っていたことを煙に巻け、国民不満も避けられ延期した。2035年という期限も今後近づいてきても、まだその時ではないと曖昧にし、さらに延期をしてもそこまで大きな問題にはならず、政治的リスク回避もできるんです。なぜなら期限を撤廃ということを言ってしまえば、環境保護に後ろ向きであると思われてしまい、環境保護団体関係の票集めができなくなってしまうからなんです。 EV に不満を持っている層と環境保護政策に力を入れてほしい層の両方をなだめすかして落ち着かせるためには、今のような延期策が一番効果的だと思っているんです。現時点ではどうなるかまではわかりませんが、2030年問題は2026年くらいにまた延長で、2040年まで延長という話が出てきてもおかしくないんです。そしてその時の世論の動きで延期の先延ばしを永遠に行う、そんなこともあるかもしれないんです。この動きは今回話題になっているイギリスだけでなく、強引な EV シフトの方針を変化させてきている国は多数あり、アメリカも現在話題になっているように、今後トランプ氏は次の大統領に当選すれば EV シフトは廃止する旨を発言しています。そしてそれを受けてなのか、バイデン政権も方針を少しずつ変化させてきています。さらに EU 内では寒冷地において性能が低下してしまい、充電したはずのバッテリーが充電ステーションでの充電や自宅に帰宅する手前で連結を起こしてしまい、立ち往生してしまうという事例も多く発生しています。このように消費者にとっても不便なガラクタであることが次々に判明していることもあり、今後も安定して EV の売り上げが伸びていくということが厳しい状況にまで来ているんです。そしてこれらを受けて、ハイブリッド車が見直されてきていることで EV シフトがほぼ終わりを迎え始めているんです。EU でも2021年に2035年までに自動車が排出する二酸化炭素をゼロにするという目標を定めていましたが、イギリス同様にハイブリッド車を含むエンジン車の販売ができなくなることになっていましたが、1年前の2023年3月に合成燃料を使ったエンジン車を認めるという形に修正されました。あくまで合成燃料を使ったゼロエミッションの車ではあるんですが、エンジン車も結局認められているわけなんです。EU 加盟国が旗を振ってきた強制的な EV シフトに小さな穴が開いた形となり、この変更によりエンジン車が認められたので、今後この変更を抜け穴にしたさらなる緩和が起こり、私たちは二酸化炭素をゼロにする目標を捨てたわけではないけど、エンジン車を持っている人たちの生活もあるんで、本当は環境保護をしたくてしたくてしょうがないけど、あなたたちのことを考えて永遠に延期するねと、論理をすり替え責任を私たちになすりつけて雲隠れする可能性もあるんです。つまり話題になっていた世界で起こっている強制的な EV バブルは終わりつつあるんです。視聴者の皆様はすでにご存知でしょうが、そもそも EV は地球環境に良いという話で、EV 化がこれまで進められてきましたが、現実はそうではありません。
なぜなら EV が使う電気から廃車までの流れをマクロで考えると、環境に良いとは口が裂けても言えない現実がそこにはあるからなんです。まず日常生活に使用する発電についても世界規模で見たら全てがクリーンエネルギー化されているわけではないこと。ロシアのウクライナ侵攻による影響もあり、エネルギー価格も高騰したことが消費者に周知されてしまったんです。原子力発電についてはドイツではメルケル政権時に東日本大震災後、原発を全廃すると下策を取ったことで、新規に原発を稼働させることができなくなったため、二酸化炭素を出さないために再生可能エネルギーを利用する必要が出てきましたが、太陽光発電や風力発電、水力発電だけでは国全体の電力を賄うことなど当然できません。そのためフランスから電力を買い、その挙句電力価格が高騰し、国民生活を圧迫したんです。また EV の車体や部品だけでなく、EV に搭載されるバッテリーの製造時にも、二酸化炭素が排出されるということもようやく知られるようになってきています。そのため地球環境に優しい製品ではないことも分かってきており、皆さんが使用しているスマホの中にも搭載されている、リチウムイオンバッテリーの寿命も問題視されています。リチウムイオンバッテリーを利用しているスマホを使っている人なら誰でも経験がありますが、使用している年月とともにバッテリーは徐々に劣化をし、フル充電をしてもすぐにバッテリー切れを起こすようになるんで、今や iPhone7 を現役で使っている人もいないはず。そんなバッテリーの寿命は一般的なガソリン車、本体の寿命より短くなっていますので EV では数年ごとにバッテリーを交換する必要が出てくるわけですが、交換時にも当然問題が発生します。バッテリーが劣化してきたなら劣化した部分だけ新品と交換すれば良いと思われがちですが、新旧バッテリーの交換はなかなか容易ではないんです。なぜならバッテリー技術の進歩というのは凄まじく、古いバッテリーを交換用に残しておくことがコスト的に難しいんです。そのため新しいバッテリーに交換する必要が出てくるんですが、そうなると高額になってしまう可能性や場合によっては、互換性がなく交換自体ができないケースも出てくるんです。そのため結果的にバッテリーの寿命がそのまま EV の寿命になってしまうこともあるんです。ガソリン車であれば10年以上持つケースもありますが、EV であれば最短で3年よくても5年ほどで寿命を迎えてしまうという現実がそこにはあるんです。このガソリン車より早く寿命を迎えることで発生する廃車の問題や、バッテリーが過剰な発熱を起こし爆発、炎上する危険がある、寿命の尽きたバッテリーを今後どのように処理するのか、という大きな問題も当然あり、その費用が車体に転嫁される問題もあるんです。寿命の尽きたバッテリーの廃棄は、土壌の汚染問題を引き起こしますが、リサイクルの仕組みはまだ確立されていないんです。そのため EV の製造から使用中の給電、場合によって電結による周囲への悪影響、寿命を迎えた後の廃棄問題、リサイクルの未確立問題により環境に与える課題は多数あり、未だに未解決なんです。なお EV が最初から消費者に受け入れられるような製品であれば、緩やかにせよ、自然に普及していったのかもしれませんが、EV に関しては補助金がないと成り立たないビジネスですので、国や企業、自治体等が補助金を出し渋るようになっていけば自然淘汰されるような代物なんです。視点を少し変えて、EV シフトを国家プロジェクトとして進めている中国ですが、そこにもいくつかの課題が多く存在しています。他の国と同様に EV のバッテリー問題などから EV 購入を忌避する動きが強まっているのですが、その流れを受けて人気となっているのがハイブリッド車なんです。ハイブリッド車は EV 特有の問題を解消した上で、環境に対する効果や燃費性能の向上を狙えるため中国国内の市場では、その人気が急速に高まっているんです。ハイブリッド車はエネルギー回生機能を持っており、バッテリーを走行時に充電できるために充電を必要としません。またガソリン車と比べてもコストを抑えることができるため、長距離の走行が可能となるんです。日々の短距離移動では EV と同様に燃料の使用がほとんど抑えられ、また電気モーターが燃費を向上させてくれるために、これらの利点が中国の消費者に支持されているという何とも言えない状況になっているんです。つまり今の EV 失速は補助金、血税のばらまきがなくなった先進国が EV はただの補助金、血税ありきだったことを証明しており、そこには全く地球環境の、血の字も考えていなかったってことなんです。
だから EV はただのビジネス、環境など全く関係ない、地球を壊す、国家までをも壊す危険なものなんです。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念として、この度、メンバーシップを始めました。基本的には、このチャンネルを今後も応援していただける。月に一杯のスタバの、シェ・ケラート・フレットをおごってやろう、そんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録、グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。